はい、どうもです。明神高津選手でペナントを制すやっていきます。貯金3、8.5 ゲーム差の3、4連勝中。ってことは借金1から一気に貯金まで上がってきたのですが、何する？まずとりあえず見るか。どうなんだろう、順位的に。あれ？今年は？去年は？ 3 位か。あ、去年クライマックスシリーズ行ったのか。あ、クラオリックスに負けたんだな、確かそうだ。ファーストステージ勝ったけど、クライマックスオリックスに負けたんで、今年こそね、まあ、目指せ2位だな。いや、まあ1位か、目指すところは。なんで俺は2位を目指しているんだ。なんかオリックス弱いのにね、今年。せっかくオリックス弱いのに、ソフトバンクが強すぎる。福田がノリノリ。16対4だ。うちの打線なんかやばいんだけど、さっきから。打線がすごいことになってる。先発陣は、誰を外すか微妙なところですが、木田かな。あれ？ノリノリ誰かなってなかった？あ、福田って、野手か。あ、そう、ギータの引退試合したんだよね、確か。今日、あの、前パートで。もう引退試合したんで、ギータ引退しないといけないな。やべえ、ギータ引退試合しちゃったから引退させないといけない。得の要因で残ってほしかったのに。でも引退試合しちゃったもんな。そういう縛りでやってます。そう、引退試合したら引退しないといけない。すげえ、4割って。2割1分か。2割3分。5割。川田つながってないんだな。9番か。ファースト。ここで福田な。ショートしかできない。福田サードできる。ああ、きついな。ファーストな。7番ファースト。7番フォワースト。福田。チャンエイと広角あるからそこそこできそうな気もするが、6点か、似た。今年どんな感じかな。今現在3位で楽天とは全然接戦なんで、あ、安田が回復してきた。安田出すか後で。福田がノリノリじゃなくなったら安田出すか。川田がノリノリじゃなくなったってことは、川田は DH で使って福田を、じゃあ福田を DH で使って、2割6分5、おお、めっちゃホームラン打ってるじゃん。でも8打点。5本8打点。打点がおかしい。5本8打点ってどういうこと？ホームラン、ほぼソロホームラン。あ、9番だからか。山田が3割1分3厘打ってる。大打しか出てないのか。でもホームラン10本打ってる。タイヤしか出てないのに、すげえ。右でも使うか。こいつもそこそこ打ってんだよね。2割9分9厘打ってるからね。福田も頑張ってるな。9番に置くか。5番。5番から一気に9番に下がるっていうの、うちの層の厚さが伺えるな。で、セカンドは山田。対比どうしようかな。一回使ってみようかな。一回使ってみよう。これで打率がどうなってるかね。3割切ったら変えるか。3割以上の状態であれば使おう。対比だり、対比でも。でも打線の調子は上がってる気がする。結構、おお、いけるいける、これ、いけるぞ、首位。オリックスに弱いんだよね、うち。だが、一緒に入って、負け越し。バンク。ソフトバンク相手。ソフトバンク相手。お、なんだ、誰か覚醒した、誰か覚醒した。福田が覚醒した。レギュラーの座を猛アピール中の福田。ベテラン、過去40歳。福田が覚醒したらしい。39歳、福田。レギュラー争いをしている福田が覚醒したらしい。あ、山田誰下がってきてんなー。3割0分9厘。高田だな。いや、まあ3割切ってないしね。約束だから、3割切ったら外すっていう約束だからね。そういう約束で。福田どうしようか、DH。高田使うか。和田はどう？和田じゃない、安田。2割9分か。
全員3割近いけど3割打てないんだな、うちの打線は。全員6番打線みたいな感じか。6番じゃないか、全員何番打線だ、5番打線ぐらい、6番打線か。全員6番打線、ロッテみたいな感じ、一時期のロッテみたいな感じか。強かった、うわー4位ちょっと待って、ちょっと待って、あー、コウスケ苦戦してるか。帰ってこないかな、帰ってきても出るとこないか。ちょっと待ってくれ、なんでいつの間にうち4位になってんの。2位じゃなかったっけ、さっきまで、さっき見てたゲーム2位だったのに、いつの間にか10位じゃないわ、4位になってる。ちょ、クライマックス出たい、クライマックス出たい。あの、ちょっと5位、5位なんだけど。あ、島田が怪我、治った瞬間に怪我した。4、あと2試合しかない、ちょっと待って、なんとかなんねえか、ここ絶対勝たないと終わる。あ、終わった、あ、終わった、終わった、終わった。クライマックスシリーズ出れない、マジで。ファンが減る、うわ、ファンが減るんじゃ。すごい、セ・リーグ接戦だ、4位まで3ゲーム差。マジか、この縛りむずいってこの縛りマジで序盤で優勝しないときつい。あの、終盤になってくればなるほどだんだんきつくなってくるから、この縛り。序盤は高津久選手が FA で取れるんですけども、後半は取れないんだよね。いや、ここで中田の平田で取ってたら絶対すぐ終わってた。阪神対ソフトバンクだ。2002年以来、2005年か、何年だ、2002年か。交流戦3位確定、マジか。5割は勝ってんだけどね。去年は勝率は下がってるが、難しいところですな。交流戦はでも打ちよかったね。3位、ソフトバンク強い。9勝7、あ、そうか、勝率で勝ってるのか、10勝8敗。パパパセセパセセセセパ。ゴミ、日本ハムゴミ。チャージンは一番いいんじゃん、うちが。奪三振は少ないけどね、ホームランも少ない、失点も少ないし。野手陣はホームランが少ないな。ギダは多い、ギダは別にどうでもいいんだよな。ホームランアヘタンが多いからな、うちは。投手12位、打撃12位、なんでなんで12位なの、うち1位なんだけど、リーグ投手。マーさん、マーさんもだんだん衰えてくるからな。最終的にまあ抑えに回すんで、もう一応抑えはつけてるんで、先発と抑えができる。で、田浦くん。田浦くん今年ね、先発として一皮向けたんじゃないか。まあ、152キロ投げてこの変化量ってすごいよな。木田。スタミナマジシャン。スタミナおじさん。田口。田口頑張ったな。久々に10勝か。吉田。吉田も今年1軍先発頑張れました。本田くん今年頑張れました。こいつダメだった今年。お、一郎いいね。頑張ったじゃん。山田はちょっと今年調子よかったな。36歳、清田抑え29セーブ、タイピンチ A、 いいね。緩急、威圧感とかつけたいな。威圧感とかつけたら結構強いもんな。中田蓮、岡田、おお、タオルすげえ、 0.38 いっぱいしてるけど、3割0分8厘が最高だもんな。打率は高くないけど低い選手もいない。まあ、うち結構併用してるから規定があんまりいないか。いろいろ使ってる。山田は規定いってないけど3割13本だしね。こいつも規定いってないけど3割1分5本。安田も規定いかず2割8分12本。キャッチャーも2人を併用してやったか。どっちを使うのがいいのか難しいな。福田は2割8分8分7本2割8分6人。ギータ引退だからな。引退してくれないから、本当にちゃんと引退してくれよ、頼むぞギータ。ギータ引退しなかったら俺引退、無理やり引退させないといけないから。無理やり引退させるってできるのかな。自由契約しかできないよな。なんとか、なんとか引退してくれ。お、マー君ベストナイン、やった。ゴールデングラブなし。強打が通るよ。マー君さ、あ、最終防御率なんだ。え、3点台じゃなかったっけ。あ、やっぱ打高なんだな。3点台で最終防御率するんだもんな。もう10年か。最終防御率、最終中継ぎ、ベストナイン投手。ギータ引退しろよ。ギータちゃんと、お金は増えている。監督変えるか。コーチはでももうこれがベストな気がする。
すごい、もういろいろついてるもん、特能とか。スカウトもなぁ。上げるとしたら、タマルとかなんだよな。S 上げてみるか。でもどうせ取れる、いないからなぁ。どうせいないんだよな、スカウト。まあ、一応上げとくか。金も増えてきたし。一応意味があるのかわからんけど。ここら辺にちゃんと金あげよう。すごいな、パワーヒッター、ムードマル、対左へ。三振エラー、併殺。下がってるし。能力を取れてきてるな、島田1億。みんなあげようか。金は余ってるから、ちょっと、ちゃんとみんな希望通りあげようか。ヤブタはあげない、お前はダメだ。お前は絶対あげない。山田も下がったしな、を取れてきてんだよね。1億、こいつらが1億もらうようになってきたか。お前1億4000万か。お前絶対来年活躍しないだろう。来年活躍しなかったらマジで年俸下げたるからな。一気に2000万ぐらい下げるからな。それなら1億4000万あげよう。えのきた引退、えのきたはザメだ。レンキュンはまだできるでしょう。キータちゃんと引退しろな。お前、監督ギータ引退させないといけないから監督にしよう。ギータ引退してくれ。お前引退してくれなかったら監督にする。岡田君とかもやれるでしょ、ここら辺は全然。まあ、でもクビにしてからいけないな、ベテランは。だから柳田じゃないわ、矢蓋とかもいらなくね。もういいでしょ、矢蓋は。もういい、やめとこう。クビにしよう。5500万でこれだったらもう引退でもいいのかな。引退でいいや。来年もう無理でしょ。30超えてきたらちょっと考えないといけないね。中継ぎは足りないんだよな。いや、岡田も引退でいいや。38歳。伸びないやつはクビにしていこうか。28、こいつ結構きついよな。まあとりあえず買っとくか。31、35。劣れてる。まだ衰えてないんだな。池田、うーん、逃げ玉があるからな。田原 0.38、 これすごいな。38歳で、また脱三振あるしな、こいつ。田中杉一応タイプ 1A 持ってるんで、こんなもんか。結局、まあ、ギータを、よし、ちゃんとギータ引退してくれた。お前、こういう風に引退させたらいいのか。引退させる方法があったわ。自由契約したくなかったギータ、俺は。やっぱ功労者だからな。ちょ、監督にして、高橋由伸みたいに無理やり引退させた。監督してくれ、つって。和田監督からの柳田監督っていうソフトバンクつながりね。会長は王会長にやってもらおうか。なんか、一番左、王貞治っぽくね、顔が。一番左のやつ、大貞治の再来がいるかもしれない。タがつくやつ。梶田、微妙。やべえ、いいね。野手は、あー、いいね。強っ。田島、微妙。米田、おお、まあ。戸田、キャッチャーばっか。いねえ。あ、小田切とかいるじゃん。あ、小田切だな、これは。これは小田切だわ。どうせ強豪でしょ。3球団か。3球団なら、まあ、ここはないって考えたら2球団、2球、2個、2分の1なんで、多分真ん中なら確率に当たる。ああ、ちょっと待って。いなくね、ドラ1。内海。日野じゃない、日野は、タワーつかない。
カジタ、カジタ、カジタか。米田か。微妙だよな。肩しか取り入れないキャッチャーか。21歳。正直キャッチャーな、いらないっちゃいらないんだよね、まだ。まあ、一応取っとくか、キャッチャー。最悪コンバートしよう。で、ピッチャーはあいつ取るか。まあ、取るとしたら梶田だよな。球が遅いんだよな、でも。もう正直取りたい選手がいねえ。この縛りめっちゃむずいんだけど。この縛りこんなむずいの？マジでいい。もう育成に力注ぐしかねえな。無理だわ、もう正直。勝てねえ。補強じゃ勝てねえ。FA 補強できないから。で、ドラフトもいい選手取れないでしょ。そうなると、練習機材買って、ガチガチに選手育成して、生え抜きで勝つしかねえ。戦力外のベテランとか取りたいんだけどね。でも、タガつけてるやつあんまいないからな。今年誰取ったっけ？田所。違う、誰だ。キャッチャー米田が一概いきなり一軍に上がっている。21歳で失敗が許されない場面でエラーが多く、守備の信頼感が課題である。マジかお前。キャッチャーのエラーってどこで発動されるの？パスボールとかあんのかな。やだな。将来の期待の新人さん、左打者を得意にしてる投手で、その左が期待の一打。いいね。あー、伸び F か。せっかく対左で B あんのにね、まあ、伸びは教えれるかな、うちで。誰だ、44番誰だ。中島拓。タワーつかない。5億8000万、たっけ。マー君並みじゃん。誰だ、あいつ。近藤か。2000ポンドの高打者。近藤とかな、タワーつかないからな、関係。なんか来い、FA。いたー、ご、微妙。微妙。いたけど微妙。タワーダーもいる。投手ばっかり。野手が欲しい。両方 C ランク。オコエとかそこら辺のなんかやついないかな。オコエみたいな。とりあえず取るか。あー、見てたな、見てなかった。どっかどっかとかやってたかな。4.5 で投げてくれる5000万なら。5000万ならいいよ、別に。お前が問題なんだよね。君が問題なんだよな。正直9000万で。5勝13、はい、8000万で。いや、7000万で。7000万で来てくれ。7000万じゃなかったらいらない。よし、7000万で取れた。もしかして6700万で取れたかもしれない。シーランだからね、保証もいらないし。オコエが中日に行った。オコエは東京とか好きそうなんだけど、意外と中日とかで名古屋に行ったのか。名古屋ブスばっかだけどね。名古屋の栄の店はガールズバーとか行ったことあるけど、ガールズバーしか行ったことないけどね。栄は、栄のね、なんかキャバクラ行こうとしたらね、あ、まあ、あれね、行ったのが年末、2年前ぐらいの年末に行ったけど、キャバクラが全部店いっぱいだったからガールズバーに行きました。秋山とかいる。ん？秋山。え、投球回とか見れんだ、ちゃんと。へえ、試合数とか見れんだ。いいじゃん、これ。これ良くねえか。なんかこれで見たらどうですかみたいなコメント欄であったけど、いいね、これ。この見方良くねえかな、なかなか。これで見ていこう。まずピッチャーから。違う、これかこれか。149伸びてるし。菊池雄星、違う、雄星だよな。タつかないんだよな。タがつくやつ、やぶた。こんなん見たら意外なやつがクビになったりしそうだよね。てか規定ってクビってどういうこと。バルモンって132試合出てくる。まあ外国人の場合はありえるか。秋山90試合。
代打だな。90試合で打席92って金徳が3つある。え、少な、ヤシこんだけしかいねえの。少な、なんでこんなヤシ少ないの。戦力外、ちょっと待って、そんなことある、ヤシあんな少ない。あ、ヤブタが話に呼ばれた、よかったじゃん。あいつはもう活躍できる気しないけどね。お、ギータ1500アンダーかな。2000万だ、きついでしょ。大卒だしね。首位打者1回、打点王1回、ベストナイン5回、ゴールデングラブ3回、MVP1 回、3年連続30本塁打、7連続20本塁打、11連続2桁本塁打、6連続3割。すげえ。うちに来て始まり、うちに来て2割下がったけど、それまでずっと3割言ってたんだ。金はそこそこ持ってんじゃない、うち。ドミニカって正直微妙なんだよね。それなら俺コリアの方がいい。今回のパワープロ2018、コリア結構良くねえか。俺思うんだよな、コリア。コリア結構いいって。お前育てるのやしらな、こいつかな。こいつ育てていかないんだろ、25歳。田所も結構26か。なかなか強いんだよね。三田村ね、26。ヨネダ。ヨネダはいらないとして。23歳。28歳。早熟か、こいつ。早熟か。20歳。24。26か。成長普通。こいつ、早熟臭いんだよな。それなら、ピッチャー。まあ、でも、実際、ピッチャーって結構取れてるよな。ドラフトで。野手の方が取れてないよな。24歳。成長タイプ普通。こいつが気になるんだよな。こいつが俺はとりあえず気になるんだよね、三田村。でもこいつ外野やるから、あともう一人は内野手だな。ショートか、ショート京田いるか。どっちだ、セカンドはでも山田いるでしょう。山田と京田どっちが若いんだろう。同じぐらいか、年齢的に。今うちがやっぱ、サードファースト、ファーストじゃない、うち今足りないのって。まあ、ファーストは誰でもできるからな、一応コンバートさせたら。川田を生かせるか。やっぱうち足りないのも野手だからね。野手は育てよう。奇才とか買いまくろう。レベル3にしよう。パワーはいらないか。パワー2で。ミート3、変化球3、コントロール2。球速いるっけ。球速やつやるやついるから2、一応2にしとくか。パワーってそんなにいないよな、上げるやつ。ミートと変化球は多分多いから3にしよう。よし、じゃあ、キャンプカットします。よし、練習終わりました。マーさんも取れてんな、だいぶ。うん、吉田も取れてる、高田も取れてる。山田はまだ取れてないのか。高田ももう40歳ぐらいじゃない。高田なのか知らないが。タワダか、タワダと補強したタワダと、あれ、あいつ、ゴキダは中継ぎに行って、お前中継ぎなのか、先発やれ。とりあえず吉田は外れるでしょう。こいつが入ってくるでしょう。タワダも使いたいんだよな。そうなると誰だ。とりあえずホンダが外れるのか、一回ホンダから始めて、ゴキタはキこいつらが入ってくる。田中も入ってくるでしょ。で吉田が外れてもらって、下田を中継ぎ1回やらすか。で抑え清田。野手は、あれ野手なんで1人減ってんだろう。留学かなんで。キャッチャー田所もキャッチ結構打てるんだよな。打者として転向させてもいいかもしれない。広田も打てる。外野が1人いないと考えたら、広田福田変えよう。福田変えて広田でしょ。で、あと、ファースト、サードだよね。やっぱり、うち足りてないの。そうなると、やっぱり、増田、ジュが入ってくんだよな。米田は何しよう。関東、調子第一。関東。マーク、もう無理だな。ここはこいつら関東させよう。関東。ビハインド、配線処理、ビハインド、リード時。新田が入ってんのか。新田はいらなくねえか、序盤は。
かといって誰を入れる、成田くん入れるか、いや堀田だな。堀田はリードしてる、何してる、ビハインドか。田村山田で、田原も田原去年活躍したからな、どうしようか。とりあえずはビハインドやってもらおうか。まあ、これが一番ベストのオーダーなのかな。島田、京田、鎌田、小田、安田、山田、高田、池田パワーヒッター覚えたならいけるでしょ、もうそろそろ。山田は信用してない、序盤の山田俺信用してないから、こうしとこう。活躍したら山田を使おう。あ、安田のファースト上げたらよかった。で、ファースト守らせたらよかった。和田蓮のファーストちょっとエラーついてるから怖いんだよな。どっちが守備前、池田の方が前か、一応。まあ、池田の方が若いし、29と28。安田の方が、安田若っ。そう考えて安田若いな。まだ28歳か。こっからガンガン揃ってていけばいいんだな、安田。細川、タワーつかない。ターツクや主力がいねえ、もう FL 取れねえ、ターツク主力、野手。タガツク野手は取れないから、野手はマジで揃えていけない。なんかタガツク野手いねさあ、能力下がるしな。タガツク野手がいねえ。ターツク野手いる、あ、武田。武田 FA しねえかな。武田とか FA してくれたらな。ベテランの特能を持ってるタがついてるやつがトレードで取ってもいいかもしれないな。いいねえ、タがつくやつ。牧原がヤバ打ってる。ソフトバンク。ソフトバンク強かったよね。なんかそんな強そうに見えなかったけど、吉川とかいたけどね。吉川が1番セカンドか1番ショートかなんか言ってた。よし、じゃあ今日ここで終わりますか。見てください、皆さん。ありがとうございました。バイバイ。